レジスラコーにはフランスサンディジエ出身のオートバイレーサー。2009年シーズンはスーパーバイク世界選手権に DFX チームからルカティを買って参戦していた。2004年の同選手権シリーズランキングにロードレース世界選手権 500cc クラスでも勝利した経験を持つ。フランス人の母、イタリア人の父の間に生まれる。1991年に フランス国内の百二十五 c c ロードレース選手権に参戦を開始し、翌九百九十二年にはチャンピオンを獲得した。さらに九百九十三年には二百五十 c c クラスのチャンピオン、九百九十四年には二百五十 c c ヨーロッパ選手権のチャンピオンに輝いた。九百九十五年からはロードレース世界選手権二百五十 c c クラスに参戦を、 開始しにシーズンを戦ったが、成功を収めることはできなかった。1997年には 500cc クラスにステップアップを果たしたが、怪我のためにシーズン途中でシートを失ってしまった。翌1998年には、レッドブルの支援によって、WCM チームのシートを獲得し、ワークス仕様のヤマハユーザー500を買って3シーズンを戦った。 シリーズランキングは10位、11位、12位と大きな成功は残せなかったが、1999年シーズンの第12戦バレンシア GP では自身唯一となるグランプリ優勝を果たした。2001年にはアプリリアのワークスライダーとしてスーパーバイク世界選手権に戦いの場を移した。開幕戦バレンシアのオープニングラップではトップを走行する活躍を見せたが、 その後は未経験のサーキットに苦戦し、最終戦を前に最高位は4位に止まっていた。しかし最終戦のイモラは、スーパーバイクでは初開催だったが GP では何度か開催実績があったため、勝って知ったるコースでアドバンテージを得たラコーには2番グリッドを獲得し、レース2で初勝利を果たした。2002年はアプリリアのモートジッピーマシン RS3 キューブを買って、 グランプリの最高峰クラスに復帰したが、マシンのパフォーマンスは低く、ラコーには最高位8位シリーズランキング19位に終わった。2003年はスーパーバイクに戻り、カラッチチームでドゥカティのマシンを借り、5度の表彰台獲得でシリーズ4位の成績を残した。この活躍が認められ、翌2004年はジェームス・トスランドと共にワークスチームのフィラ・ドゥカティのシートを得た。 ラコーには、トスランドと共に、チャンピオン候補の筆頭に挙げられ、5回のポールポジション、シーズン7勝を果たしたが、最終戦マニクールで、トスランドに競り負けて、惜しくも9ポイント差でタイトルを逃してしまった。翌2005年シーズンは、怪我による、シーズン途中の欠場が響いて、シリーズ6位に終わる。2006年は、PSG-1 コルセチームに移籍し川崎の、 マシンに乗り換えたが、チームメイトのクリス・ウォーカーが、シリーズ9位、フォンシニエトが10位に入る中、ラコーニは15位に沈んでしまった。2007年も、同チームに残留し、若干調子を取り戻したラコーニは、川崎勢トップとなるシリーズ10位を記録した。2008年もラコーニは、同チームに残留、チームメイトに、玉田誠を迎えた。第8戦ミサノ、 チームは主催国のサンマリノに合わせたブルーのカラーリングのマシンを用意したが、レース1でラコーニと玉田両名がクラッシュしてしまい、レース2ではラコーニはいつものライムグリーンのマシンで戦うことになった。2009年、ラコーニは DFX チームに移籍し、プライベーター仕様のドゥカティを変えることになった。シーズン序盤は良好な成績を収めていたが、第6戦キャラミの フリープラクティスで激しく転倒し、頸椎など数箇所に重傷を負ってしまった。一時は生命すら危ぶまれたラコーニだったが、手術は無事成功し、退院し自宅でリハビリに努めた。2010年シーズン開幕に向けてラコーニは DFX チームからの実践復帰を目指してテスト走行を重ねたが、頸部と三角筋の痛みが取れないことから参戦を断念。 2011年からの復帰を目指して1年間の休養を選択した。ありがとうございます。